はい、トムでーす。今日はクレヨンしんちゃんに出てくる野原ひろしについてお話ししたいと思います。その前に、僕ね、日々たくさんの雑学やたくさんの投稿の方してますので、そのたくさんに埋もれる前に保存ボタンの方をよろしくお願いしますね。それが僕の応援につながるからね。実は野原ひろしのお兄さん、野原ひろしのね、兄の名前はなんと野原せましなんですよ。いいね、この単純なネーミングね。ひろしのお兄さんはせましってね、感じでね、みんなに教えてあげてね。